一線メディックス、事業企画の小木田でございます。よろしくお願いいたします。今回書いてあります、谷中二重山野村骨董市二次割創出事業ということなんですけれども、地元ではですね、谷中の山野村という親しみを持って、愛されている、古いお寺と神社があります。こちらはですね、今水戸市で、この谷中山野村、どういう事業をやっているかといいますと、ロマンチックゾーンということで、今月の6月14日からもアジサイ祭りが、始まりますけれども、こちらはこの一月間というのが非常に観光客というか、人も集まるんですが、立派なご愛という皇后様から歴史のある続いている、立派な、日本庭園なんですけれども、この法園がですね、このアジサイの時期だけしかですね、本当に生かされてないというか、本当にこんな立派なのになんでこんなに使われていないんだろうというのが今回の事業の目的のスタートだったんですけれども、ただ本当にホワエンさんと、ケイガンジさんの敷地というのはこちらもまた資料にありますけれども、広くてですね、一応今回の企画は4本の柱を用意しておりまして、骨董市が一応主軸でございますけれども、その他にまた広い公園の中に、パフォーマンスゾーンという、そうですね、真ん中台から見ますとですね、入って左がですね、大駐車場がございまして、そこに一応40店舗くらいの空間が取れると。そしてその奥でございますけれども、奥にパフォーマンスエリアと書いてありますが、こちらの方ではですね、ステージという、ステージといいますかね、ちょっと小高いところにちょっと休憩室があるんですが、そこが自然の公園のステージになっております。こちらの方で、ライブパフォーマンスの楽しんでいただけるようなエリアにしたいなと考えております。そして、その一番下、フードマルシェと書いてありますけれども、こちらに地産地消のですね、食事を中心とした、エリアということで、ただ骨董市を遊ぶということで飲んで食べて、もう少し、幅の広い、文化交流ができたらなと考えております。ホワエン、ロマンチックゾーンということで位置づけられてまして、確かに私の子供の頃は小さな動物園みたいな感じでですね、アシカがいたっていう記憶も私あるんですけども、相当賑わってました。で、今の現状を見ると確かにアジサイ祭りの時だけで、非常に寂しい。で、そういった意味ではあそこの周辺のにぎわい作りとしては大変いいことだなと思うんですけれども、これだけ大々的に、今言ったように大々的に PR していく、宣伝していくということになると、それだけの人を集めるっていうことになるわけですよね。とあそこに行くにあたって私の感覚なんですけども、バスとかで行こうとなかなか思わないんですね。であそこのケガジのところにある駐車場を使っちゃおうと思う。で、あそこってすごい狭いですよね。で、周りにも多分有料駐車場ってあんまりないような感じですし、そこら辺のこう駐車場の問題とか、人を集めた時にですね、そこら辺のことってどのようにお考えになってしまうでしょうか。駐車場に関しましては、この谷中という地区は谷中松本町、今の末広町、博路町ですね、旧という部分で大体一体化してたエリアでして、それがロマンチックゾーンなんですけれども、今やはり町自体も商店街もあれで、そこら中が今空き地というか駐車場化してまして、このイベントが行われるのであれば一軒一軒歩きましてですね、例えば博路町、水路町の常用銀行さんとかですね、そういうところも休みですから、ぜひ開放していただきたいような、交渉で進めていきたいと思っております。それで今確かにイベント交通手段という問題起きますが、この谷中地区というのは茨大の営業所が、茨城交通の営業所がございまして、バスの本数でいうと水戸で本当に一番多いんじゃないかという、5本に1本くらいバスが通っている、非常に高校、水晶、茨高、女子校、そして近くには常磐大学、茨大というように学生さんたちも非常に多いエリアでして、そこは
なるようになると言ってはおかしいあれなんですが、まずその商店会、地域あのエリアの方たちの、まあ、これから始まると思いますけども、ご協力さえ得られれば、あの無料で止められる駐車場はあるというくらい、ちょっと寂しいくらい空き地だらけになってますね、周りが。はい、